大阪モーターショー2019、これから最終日にふさわしいメインイベントをお届けいたします。まずは青コーナー、大阪モーターショースペシャルサポーター、黒のカリスマ長野正弘の入場です。出てくる方は大阪市市長ですから、はい、ね、ちょっとあの間違ったことやったら放送止められるかもしれない。危ない、はい、あれが危ないです。そう、あの今日アナウンス部長をちょっと用意しましてですね、はい、何かあった時は、謝罪していただこうと。ちゃんと今日社長も来て、はい、社長も今日は何かあった時のために来てもらう話じゃないか、ね、はい、明日もしかしたら放送禁止されてるかもしれないですね。そうならないように我々も、私は、はい、私は多分何を言っても多分関係ない。ちょっと責任取ってやめてください。ちゃんと責任は取ってください。大丈夫？ちょっと煽りがありますね。気合入れていきましょう。はい、お呼びしますか。さあ、続いて赤コーナー、第21代大阪市長松井一郎の入場です。大阪の皆さん、元気ですか？来ました！元気ですか皆さん！いやいやいや、大阪市長がまさかこの曲で、これは俺の師匠の曲です。そうなんですね、これがほとんど、ほとんど意識がないというのがお二人なんですけれども、Twitter 上でも頂上発信のバトルが行われておりましたが、さあ松井市長入場でございます。おはようございます。おはようございます。ちょっと前田君、この距離感何？もう怖いですよ、この距離感が。すでに大丈夫ですか？ちょっと市長、はい、おはようございます。長野さん、なんか長野さんやめてください。まだ早いです。まだ早いです。早いです。握手。どうも、初めまして。いや、長野です。どうも、いろいろとお世話になりました。またよろしくお願いします。はい、あの、まずちょっと飯込んだでも、はい、そうですね。ここでですか？いや、だって初対面なんで。ここでちょっとタバコで。タバコダメなんですね。禁煙です。禁煙ですね。車の中でってことですか？ご自身に何を。初めまして、長野です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやでもね、市長と同学年。そうなんです。そうなんですね。長野さんが63年。
1963年は、はい、松井市長が64年の早生まれなんですね。早生まれなんで、全くあの同じ学年ですね。ええ、あの長野さんがどこかでダブっていなければ、はい、いや、私はダブってません。ダブってませんあれ、はい、市長大丈夫ですか。市長は3つくらいダブってます。ダブりないですか。ギリギリ大丈夫。ギリギリ大丈夫まあ非常にね、世代も近いということでございます。今回はね、ここまで話が膨らんだのはね、原因はの法政ですよね。彼は割り込んで入ってきたからいけない。そうそ う, そう、あのね、吉村知事がね、はい、面白がってね、はい、いろいろツイッターで言うもんですからね、はい、吉村さんね、吉村さん、はい、彼はだいぶ年下ですよね、我々。あ、本当ですか。10個ぐらい下。あの維新の会ってのは別にあの吉本所属じゃないですよ。違いますよ我々は独立をした、ちゃんとした、はい、政党です。そうですよね、はい、はい、法政さんがまたね、はい、あの参加してくれて。そうなんです、だから俺はね、彼をちょっとね、なんとか排除したんですよ。なんか市場例がなんかできないんですよねそんな恐ろしい話。そんな恐ろしい。まあでもツイッターでね、はい、本当に盛り上げていただきまして、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ではちょっとあの西の方もご用意しました、はい、開けていただいて、はい、もうね、お二人揃っていただきましたので、はい、限り、ということですが、もう、世代も同じということであれば、ほとんどこう、ね、流行とか、はい、そういう部分に関しても非常に共通点あると思うんですけれども、まずはもうモーターショーと、はい、いうことなんで、車の今回、ね、長野さんがスペシャルサポーターを務めてくださったんですけども、はい、まあ、ご存知の方多いと思いますが、長野さんは実は大の車好きということで、市長もちょっと VTR をご用意しました。こちらご覧ください。ドレスデビューから今年で35周年フルのカリスマ長野正広。国産車から高級会社まで21台を乗り継いできた大の車好き。車にまつわるエピソードもフルのカリスマならでは。若かりしドイツ武者修行時代、東魂三銃士橋本真也さんとはこんな出来事も。橋本選手があのドイツに来て一回ドイツで試合やりたいという感じで、一緒にあの踊れ2人でレンタカーでベンツの E のステーション交代交代で運転させるんだけど、ベタ踏みでね、あのアウトバンでその何キロまで出るんだってガーッと走ってたらね、100キロ出たぞ、200キロ出たぞって言ったらね、パッと後ろにね、バックミラーがパカッパカッと、後ろにね、ちっちゃいあのなんかライトが光って、何かなと思ったら、ブーって寄ってくる、俺らがまずアルマーセンにガーッて寄ってたら、もうポルシェのバーン、それからまた560のベンツがパーンって言ってね、俺らも最初に子供の2人がもうね、はしゃいでって、ね、200キロ、200キロ、200キロバーンって言ってて、もうすごく屈辱そうなんで、ポルシェが560だとかつてね。その後、持ち前の反骨精神でメルセデス・ベンツオーナーへ。今では、プロのカリスマならではのこだわりも。はい、ということでこれまで21台国産から海外の車まで様々乗られてましたけれども、はい、いや、なんか国産車のなんとかこう番号にこだわってるというのをちょっと聞いたんですけど、あ、プロの番号ですか。はい、あの5516でね、5516にしてるんですけどね。でそれなんですか、皆さん5516の、はい、車見ても石投げないように。なるほど。あ、もう一回番号がそうなってるんですね。はい、え、5516。5516。16で。これ一応トップシークレットやったんですけどね。いやいや、マジで。こんなわかりやすいトップシークレットないですよ。ないトップシークレットですか。じゃあその車の時はもしかしたら中にいらっしゃると。まあ中にいる可能性は高い。じゃあなんか文句ある時はそれ向かって中の物投げればいいんですね。だからそれは絶対やめてください。投げないですか、ね、それはいけない。あの、はい、話に伝えてください、はい、でも我々の世代はでもやっぱ車好きですよね。まあモーターショーもね、はい、僕らのちょうど10代の時はね、はい、もう大阪でやるというと必ずやっぱりミニで、はい、見学をしましたよね。我々世代は本当にもう車に憧れ、はい、車がないと
ですよね。もうデートもできないみたいな。もう一つステータス。大阪万博っていうのは、はい、2025年、はい、どの辺でこの辺でやるんでしょうか。じゃあ、あのね、場所は、ね、ここがあの先島なんですけど、はいはい、少し向こうの方に行った上島という島がある、はいはい、そこで、あの、要は開催したいと思ってます。あとね、自分も小さい時に大阪万博があって、あれ何年ですか、自分たち。1970年、小学生ぐらいですか。そうです、僕と長野さんは小学校の2年生です、ね、かわいらしい頃ですですね。まああれから、ね、まあ、私は小さい頃はかわいかったよ。松井さんはなんか昔から悪そうな顔してますよ。あれから50年経てばね、あのかわいらしい長野さんが、いや、こんなもう恐ろしい。いや、ターミネーターじゃないですか。それは松井さんに言われてもないですよ。いや、だけど本当に、あの大阪万博は俺東京から車で東名走って、はい、で琵琶湖かなんかのところに近くに泊まって、っていうなんかね、あの思い出があって、あのすっごいね、あ、このなんか未来の世界を、万博から世界を見せてもらったって、ものすごいイメージありましたよね。目があります、すごい。そう、当時の万博ってね、はい、6400万人の人が、あ、6000、来てるんです。あ、60とかじゃなくて6000。1970年、当時もあれですか、日本の人口って1億ぐらい、1億ちょっと超えたぐらい、ちょっと超えたぐらいですね。ほとんど半分ぐらい。この中で大阪万博前回行かれたことある人いますか。あ、行ってますよね、ぐらいね。今回でも行ったりしたよ。結構お若い方もね、いらっしゃったら。なんでみんな行ってないの。もう年かなり行ってんでしょ。いえ、おう、ああ、いけた。来年50周。ああ、そっか、 あまだ若いのか。あんた、もう60ぐらいのじじいかと思ったなんて失礼なことですね。やめてください。みんな年寄りにしか見えないよ、みんな。場外乱闘ダメですからね。ここだけにしましょう。なるほど、責任は僕が取らなきゃいけない。そうですね、はい、社長見るから大丈夫ですよ、ね。はい、いろんな人に応援していただかなきゃいけないと思います。そうです。長野さん、関東に、まあ、今はい、ですね、横浜ですね。どうですか、はい、大阪の今の雰囲気。いや、あのね、今回もこの大阪モーターショーに関わって、まあ、とにかくそのテレビ大阪の方もそうですし、市長もそうですし、もうあまりのグダグダ感、何でもあり、まあ、大阪はね、大体楽しければいいです、ね、楽しければ。いや、これはね、なんかもっとね、ちょっとあのカルチャーショックというか、はい、面白い街だね。東京とかはね、硬い、あのあれですよ、肩こるでしょ。硬いし、あの、東京の都知事とかね、もうどうしようもないですからね。やめてくださいね。はい、やめてくださいね。名前渡してませんからね。でも、まあ、我々グダグダということはですね、はい、ちゃんとサポートしてくれる人が必要ですよね。確かに、これはですね、やはり、長野さんみたいな、サポーターに万博のトップで長野さんね。いや、でも2人が組んだら多分、これでサングラスかけて帽子かぶったら完全な煽り運転の犯人ですよ、この前ありましたけれども、はい、煽り運転はダメですよ。そうそう、ダメですよ、ダメです。いや、ぜひタッグ組みたいですけどね。いや、でも私はあの早くね、あの本席も市場例かなんかで、面白くない芸人は大阪では住めないとかね、なんかそういうの作ってもらいたいなと思ってね。それは無理そうです。山崎君、いませんよ、ね、いませんよ、ね、大丈夫だと思います。今日来るとあの本当はこれで、ここで来てたらね、はい、これはもう超一流芸人なんですけど ね多分彼は掃除してるってますけど、ね、ちょっと欠席してますね。いや、でももう、はいね、しっかりアピールしていただきたいと思います、はい。あの今実は力を入れている活動があるということですので、そちらの VTR、はい、あるんですか、はい。長野正弘が今力を注ぐのが、2014年に立ち上げたニューワールドアワーズ、スポーツ救命協会の活動。 AED の普及や救命救急、地域防災についての理解と大切さを発信し続けるため、今全国を飛び回っている。はい、ギャップがすごい VTR がまた流れましたけど、ね、はい、やっぱビッターのイメージが強いんで、はい、あのこっちはその前からもやってるんですけども、もともとはあの
同期のレスラーたちっていうのが病気で亡くなった橋本選手と、それからライバルだったこの三沢選手が陸上事故で亡くなって、ちょっと不祥事がプロレスにつきまして、それがきっかけでやっぱりあの救急勤務の保健医講師っていうのを受けたら、消防の方たちがやっぱり日々いろいろなその啓発活動をしてもなかなか多くの人に伝わらないということを聞きまして、あの特に東日本大震災の時なんかは、あの消防団という方たちが、自分はちょっとそれであんまり知らなかったんですけども、一般市民の方たちが仕事をしながら消防活動を手伝うという形の人たちが、津波で150名近く流されているという話を聞きまして、でその消防の方っていうのはやっぱりちょっとこう黒子に徹する体制に対しての方たちで、あまり自分たちをアピールしない人たちが多かったんで、じゃあちょっとこれは自分がじゃあ黒い客乗せパンでなって、いろいろ皆さんの活動を支援しましょうという形で、あのもうその大阪であったりとか全国で各市町村が、地域防災っていう地域地域によって、もう場所場所によって同じ、ね、町内1階であっても、その、この間の豪雨の時なんか、それから豪雨、はい、台風の時とかもあの避難の仕方が違うっていうことを聞きまして、じゃあそういったことをみんなやっぱりその今各自治体が考えハザードマップだったそれとも出してますということで、自分のことは自分で守ってくださいと、自助ですと、自助ができてないとやっぱり共助でみんながあの困った人を助けることができないということを、もう松井市長たちも、そういうことをやられてるのがなかなか伝わらないというんで、そういうお手伝いを今させていただいています。はい、たまにはいいこともやってるんです。いや、これは本当にありがたいです。松井市長どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。また大阪市の松井市長に今一度大きな拍手をお願いいたします。長野さんもどうなるかと思いましたけど、どうなるかって私はね、何の面識もない方に、はいはい、いきなりトークバトルとかね、はい、わけのわからないチームを作られて、キャッケーみたいなね、やめてくれますか、怖い。シャを上げてね、そういうね、人を騙す、騙す、人聞き悪いですって。だって松井翔だって誰とトークするか知らなかったでしょ。で、俺も知らなかった。で、出てきたらトークバトルって、はい、喧嘩をしなきゃいけないみたいな。そしてさらに昴生君がそこに入ってきちゃったから、余計わけが分からなくなっちゃう。まさかのね、SNS での勃発ありましたけれども、ああいう売名行為やめてもらいたいね、昴生君。でも必ず入ってくるからテレビ大阪のこと好きでしょ。まあ、嫌いではないですけど信用できないですね。嫌いではない、信用できない。ありがとうございます。はい、どうぞよろしく。ちなみにあの今トークされましたけど、どうでした松井市長のイメージは。いや、やっぱりね、あの同世代だから、なんとなく、昔の過去もなんとなくこう見えるし、お互いに話してでも、なんか共通するものがあります。同じ時代を育っているというところ、はい、非常に、感じのいい方ですよね。はい、顔色は悪いんですけども、もうまだ多分いらっしゃる会場内に、はい、やめてください。はい、はい、はい、難しかったかなと思います、はい、まあ、でも最終日なんでね、はい、皆さんにあのタイ、本当に今回そのテーマが車だけではなくて、やっぱこの街を一緒にとか、それからあの体験型ね、お子さんなんかも体験できるという、車のね、業界はやっぱり車っていうものだけの、捉え方ではなくて、もう家電の一部だと、今度家電の一部から今度も街の中に街づくりをしていくというのが車になります。ちょっとね、自分もこの、いろいろ新しい未来の車っていうのはね、物件席がなかったりとか、そういったものが非常に嬉しいです。ただ俺はちょうど今の時代っていうのは、本当にさっき言ったガソリンだったり、ディーゼルだったり、一緒に車があったりっていうところと、それから今度今自動運転の車といろいろなものが困ったって、電気自動車とか。だからね、多分この時代はもうあと10年だったらなくなってると思う。だから逆に今この時代は俺は車好きの人間にとっては楽しいし、いろいろなものを見れるということで、これからも本当に、自動車産業の方たちがもう100年に一度の改革だということを皆さんに言ってます。これ多分ね、自分たちの環境の生活環境、いろいろな携帯なんかもそうですし、テレビもそうですし、いろいろ感じます。やっぱその、ね、この変化に対して自動車業界が一丸となって立ち上げているこの大阪モーターショーということですね。
の頃を見ながら、10年前にはこういう時代があったよなというような大阪プロモーションだと思うんですけどね、ぜひだから今日会場いろいろ見てもらって、やっぱり自分の目で確かめて、テレビは信用しない、新聞も信用できない、ね、やっぱり自分の目で見てください、ね、はい、手触って、はい、はい、感謝してください、はい、ではありがとうございました、はい、どうぞ、ありがとうございました、ありがとうございました、皆さん拍手をお送りください。ありがとうございました、ありがとうございました。さあこの後はですね、はい、金を目指します。大阪ではさまざまな分野領域で取り組みがすでに始まっています。